御城寺は、滋賀県大津市御城寺町にある天台寺門州の総本山の寺院。三号は、長良山、回帰は大友与太王。本尊は、弥勒菩薩である。日本三不動の一つである、寄附堂で著名であり、観音堂は、西国三十三所観音霊場の第十四番札所で、札所本尊は、如意林観世音菩薩である。また、 大見八景の一つである、三井の万象でも知られる。なお一般には、三井寺として知られる。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。札所本尊神言、オンマダだらンド名運を英歌、イデイルや波間の月を、 三井寺の鐘の響きにあくる古当寺は7世紀に大友氏の宇治寺として創造され、9世紀に唐から帰国した留学増延賃によって再興された。温城寺は平安時代以降、皇室、貴族、武家などの幅広い信仰を集めて栄えたが、10世紀頃から比叡山延暦寺との対立構想が激化し、比叡山の宗都によって温城寺が焼き討ちされることが、 史上たびたびあった。近世には豊臣秀吉によって治療を没収されて廃寺同然となったこともあるが、こうした歴史上の苦難を乗り越えて、その都度再興されてきたことから、御城寺は不死鳥の寺と称されている。御城寺の起源については、次のように伝承されている。大津家を造営した天智天皇は、 年次物の魅力菩薩像を本尊とする寺を建立しようとしていたが、生前にはその志を果たせなかった。そして、大友美子も人身の乱のため、二十五歳の若さで没した。しかし、大友美子の子である大友与太王は、父の母大のため、展示天皇所持の魅力菩薩像を本尊とする寺をようやく建立した。人身の乱では、 大友美子と敵対した天武天皇ではあるが、主張元年この寺の建立を正式に許可し、恩城寺の神号を与える。恩城という神号は、大友与太郎が自分の荘園女優を投げ打って一時を建立しようとする志に感じて名付けたものという。なお、三井寺の通称は、この寺にはクレーが天寺。 天武、地頭の三代の天皇の産湯として使われたことから、おいの寺と言われていたものが転じて、三井寺となったという。現在の御城寺には、創賢寺に遡る遺物はほとんど残っていない。しかし、近藤付近からは、奈良時代前期や飛鳥時代に遡る古河原や、宗福寺、阿能拝寺、南滋賀町拝寺と同じ形式の河原が出土しており、大友氏と寺との関係も、 資料から裏付けられることから、以上の早々伝承は単なる伝説ではなく、ある程度史実を反映したものと見ることができる。三井寺の由来となった井戸、赤井や御城寺では、他州で、官長、別島などと呼ばれる、一山を代表する層のことを、調理と呼んでいる。上元元年、御城寺初代調理に就任し、その後の御城寺の発展の基礎を築いたのが、師匠大師円鎮である。 円鎮は公認5年、佐抜国中軍に生まれた。俗名は、分け広、母方の姓は、佐恵騎士で、円鎮の母は、工房大師、空海の妹にあたる。幼児から学祭を発揮し、神道と呼ばれた広は、15歳で、比叡山に登り、初代天台座主義金に入門。19歳の時に、国家公認の正規の僧となり、円鎮と改名した。その後、 比叡山の規定に従って十二年度残業を終えた、あと、大峰山や熊野山山をめぐって厳しい修行をする。このことから後に、恩城寺は、修験道とも深いつながりを持つようになる。忍受三年には東へ留学して六年間、各地で修行。清流寺の宝然から、密教の奥義を伝授された。天安二年、縁鎮は、多くの教官、図像、 法具を携えて、日本へ帰国し、翌上元元年に、大友氏の氏寺であった、恩城寺に入り、聖和天皇より、忍寿殿を賜って、逃亡、後に改めて、当院とし、これを、現在の御法前神堂がある場所に設置し、寺を再興する。寺を整備して、修行の道場とするとともに、当から将来した経典や法具を、当院に収蔵した。上元八年、 大上官からエンチンに伝謀の公原が与えられた。県教、密教に加えて主言道を見学するエンチンの伝謀は、これによって政府の公認を得たわけであり、天台寺門州ではこの時をもって改装とみなしている。上岸10年、エンチンは天台州最高の地位である、天台座数に就任。以後、没するまでの十四年間、その地位にあった。 エンチンの没後、比叡山は、エンチンの門流と、自覚大支援人の門流との二敗に分かれ、両者はことあるごとに対立するようになった。エンチンの没後一世紀余りを経た、省略四年には、円民派の僧たちが、比叡山内にあった円鎮チン派の傍者をぶち壊す、騒動があり、両派の対立は、決定的となり、円鎮チン派は、比叡山を降りて、恩城寺に移った。 比叡山延暦寺を三門と別称するのに対し恩城寺を寺門と称することから、両者の対立構想を三門寺門の構想などと呼んでいる。比叡山衆とによる恩城寺の焼き打ちは、永法元年をはじめ、中世末期までに大規模なものだけで十回、小規模なものまで含めると五十回にも上るという。恩城寺は、平安時代には、朝廷や貴族の尊数を集め、 中でも、藤原の道長、白川上皇らが深く敬したことが知られている。これら勢力者からの寄進等による荘園多数を支配下に置き、品の国前工事も荘園末寺として記録に現れる。ガランも、近藤や別所、水漢字を中心とする中野院、白木社や別所、城在寺を中心とする北院、三尾社と、 現在のながら公園一帯にあった三別所の微妙寺、小倉寺、近松寺を中心とする何院、さらに別院である、如意寺が整備されていき、この三院後別所の体制でもって運営されていった。中世以降は源氏など、武家の信仰も集めた。源氏は、源の頼地下が、御城寺に戦勝祈願をし、三男の源の義光が、 白木前神道の前で厳伏するなどしたことから、歴代の尊世が厚く、自称四年四月に、源頼政が、持人をと共に、平家打倒の兵を挙げた時にはこれに協力し、源頼光の子孫である、山本義常が挙兵した際もこれに協力した。そのために、同年十二月、平重平と平忠則によって、焼き討ちを受けて六百三十七棟の建物が、 炎上している平家を滅ぼした、源頼朝は早速当時に保護を加え復興が始まった。頼朝の意志を継いだ、北条政子、源実朝もこの方針を継承し、憲法元年には、延暦寺に焼き払われた、恩城寺を、大内これよし、佐々木広津が、宇都宮蓮聖ら在京の御家人に命じて、直ちに再建させ、憲法4年に再興している。 しかし、御城寺で僧侶として育てられていた、源頼家の国業がおじである、源の実友を暗殺するという事件を起こしたために、以後鎌倉幕府より一時礼遇を受ける。文英元年5月、延暦寺に攻め込まれて、現在、弁慶の引きすり将と言われている釣り金が盗まれて、しまうが、幕府の命令によって文英4年4月に戻されている。北条時頼の信頼が厚かった。 高志弁が別当に就任すると幕府との中も戻っている。公安8年の時点で中野院は74院、北院は124院、南院は140院にも上るシーンが存在していた。南北朝の内乱では北朝方で源氏の足利氏を支持する。県務3年1月には御城寺の総兵は北朝側につき細川忠自然と共に 御城寺に立てこもって、南朝方の北畑秋へ、勇気宗広を迎え撃ったが敗北し、焼き討ちを受けて近藤が炎上した。その際、僧が燃え盛る近藤から、魅力物を救出しようとするがかなわず、せめて頭部だけでも助けようとして、頭部を切り落として運び去ったとも言われる。こうして、北朝を指示したことから、当時は室町幕府の保護を受けた。 両幕府のこの行動は、強力な権門である、延暦寺の勢力を牽制するために、御城寺に対して、一定の支援をすることが必要であると考えられていたからだと言われている。戦国時代に入ると、勢力を強めていく、織田信長と延暦寺の対立は頂点に達し、ついに元気2年に、御城寺に本人を置いた信長によって、冷叡山焼き討ちが行われた。しかし、 その一方で、温城寺は、信長と、良好な関係を構築し、維持し続けていた。ついで温城寺は、天下人となった、豊臣秀吉とも良好な関係を築いていたが、文禄四年十一月、温城寺は突如として、豊臣秀吉の怒りに触れ、結晶を命じられた。温城寺が何によって、秀吉の怒りを買ったものかは、諸説あって定かではない。この結果、 本尊の魅力菩薩像や地章大師座像、甲府道村などは、元恩城寺長理の道長が自ら従事を務める、寺下下院に避難させ、そうも保護したが、ほとんどの仏像や宝物は、よその寺院へ移され、近道をはじめとする道具も、強制的に破却、移築された。当時の恩城寺近道は、比叡山に移され、現在も、延暦寺祭桃天法林道として現存している。 残ったものは、白木前神道、三尾社本殿、五宝前神道の田植上、光院などいくつかの市院のみであった。道長は、元工場院の十字であり、秀吉の乙義衆でもある、山岡影友とその弟工場院、明美らと共に、復興の誓願を繰り返し行った。慶長三年になり、秀吉は、自らの死の直前になって、恩城寺の再興を、ようやく許可している。 これは指揮を悟った秀吉が、霊源新たかな、御城寺のたたりを恐れたためとも言われている。秀吉の最高許可を受けて、御城寺調理、道朝が中心となって、寺の復興事業が開始される。それに伴って、寺下会院に避難させていた弥勒菩薩像、地小大志座像、甲府道村などを、御城寺結晶の際にも存続が許されて残っていた、上、 光院に移している。ガランの復興も進められ、寺業4300国も安堵された。翌慶長4年には、高台院が近藤を寄進し、再建を果たした。他にも官学院客殿は、慶長5年に豊臣秀頼が接種となり、毛利輝元の寄進で建立。工場院客殿は、慶長6年に山岡影友の寄進で建立されている。現在の温城寺の時間は、 ほぼこの頃に整えられたものである。そして、慶長年間末期の頃には3院で49院、5別所で25棒ものシーンが並んでいた。恩城寺は、平安時代から戦国時代までで合戦、焼き打ち、火災などで23回も炎上しているが、うち14回は、炎略寺による焼き打ちであった。寛永年間には、寺寮4619国が安堵されている。 元禄五年寺社総合改め木には、温城寺や、各寺院、抹社の状況や、その由来が記されているが、それによると寺内には、浄土宗や一行宗の寺があることがわかる。明治維新後、1873年には、北院の大半となる20万平方メートルが、陸軍用地として軍部に接収されてしまい不評第、旧連隊司令部や、連平城とされ、白木前神道と、 法名院を残して北院は廃絶してしまった。また、明治以降は、天台修士門派を名乗っていたが、1946年に、天台寺門隆史と名称を改めた上で、天台寺門隆史総本山となった。メディアを再生する、ビデオ映画白木前神道東院三道より一段、高く平に囲まれた一角が、東院であり、東を正面として一直線上に、四つ足門、 環状堂、唐門、大志堂、長日駒堂などが立ち並ぶ。豊臣秀吉による破却後の最高にあたり、慶長3年と最も早く再建された。当院という名称は、地償大支援鎮が当から帰国後の天安2年に、持ち帰った経典や宝具類を収めるために、聖和天皇より忍寿殿を可しされ、伝坊勘定の道場としたのに由来する。現在は、 エンチンの尊像を祀った大師堂を五秒とし、御城寺で最も神聖な城域とされている。札所柄御城寺には別所と呼ばれる有力な別院が五箇寺存在した。如意い寺は御城寺の別院。御城寺の東側にある如意いが竹周辺にあった寺院である。創建年代は不明であるが、平安時代中期には存在しており、獅子形にから御城寺に通じる如意。い。 古史を中心に大寺院などの寺院が存在し、本堂や三重等があり、流星を誇っていた。しかし、応仁の乱によって水亡し、後に廃絶した。江戸時代初期に、霊館寺の早期吉にによって麓近くに衝動が再建されたが、明治時代になると、再び廃絶した。如意寺本堂に祀られていた千手観音像は現存している。戦国時代には付近に、 中尾城や尿意がた城が築城され、尿意がたの戦いや中尾城の戦いが行われている。現在、尿意がたにある、雨神社は、かつての尿意寺の陳述者であった赤龍社である。国宝指定名称は、憲法着色不動明王像。通称、甲不動と呼ばれ、高野山明王院の赤不動、昇蓮院の青不動と共に、日本三不動の一つに数えられる。 古来著名な画像である。金色不動明王とも呼ばれる。この像は、上和5年、冷え山で、老山修行中の円鎮の前に忽然と現れ、自分は、金色不動明王である。仏法の神髄を伝える難事を守護するために現れた。と告げたとされる。その後、この不動明王は、円鎮が東への航海の途上、海賊に襲われそうになった時に出現するなど、 エンチンの生涯の危機に際して現れたとされ、エンチンの守護神的な性格を持っていたと思われる。画面の大きさは178センチ72センチ。平安時代初期、旧世紀頃の制作と推定されているが、近年修復が行われ、当時代の作とする説も出ている。不動像は両目をカット見開き、上半身裸形、筋骨隆々とした姿に表される。 背景を描かず、像は画面いっぱいに描かれる。像の足元には台座がなく、虚空を踏まえている。頭髪に弁髪を作らない点など、通常の不動明王像とは、図像的にかなり異なるものである。三井寺では、周祖ゆかりのこの像を厳重な秘物としており、出版物への写真掲載を厳しく制限している。かつては伝望勘定という密教の儀式を受けた。 物にのみ、寄付銅像の配管が許されていたが、昭和時代以降、在家の一般信者も参加できる、血縁勘定という儀式が何度か実施され、その際に寄付銅像配管の機会が与えられた。20世紀後半以降、交付銅像が公開された機会は以下の通りである。交付銅像をはじめ、三井寺の仏像には、平素公開されない秘仏が多い。 東院大師堂の木造地小大師像堂肉、東院大師堂の木造岐阜堂立像、白木前進堂の木造白木明神座像、観音堂の木造如意林、観音座像、五宝前進堂の木造五宝前進立像などは、いずれも秘仏である。これら秘仏は、下記の行事等の機会に公開されたことがある。なお、近藤本尊の弥勒菩薩像は、天智天皇の念事仏と伝え、 当からの将来像とも言うが、公開されたことがなく、写真も存在しないため、いかなる像であるかは不明である。地償大志像。平安時代の作。国宝。地償大志関係文書転籍の名細、地償大志関係文書転籍以下は、温城寺所有の重要文化財の一覧である。転居。2000年までの指定物件については、国宝。 重要文化財大前別館所有者別、総合目録、名称創作員、統計資料による。琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水井さん。文化庁。2020年9月20日閲覧。足利将軍の威発収納家地蔵、菩薩像頭部内に、包み紙、ウェーバックマシン。ありがとうございます。